毎度ありがとうございます。山森ふみです。今回はですね、なんか1ヶ月前ぐらいに視聴者さんからリクエストがあった魔女の森っていうゲームやっていきたいと思います。こちらはフリーのホラーゲームで、だいたい 2,3 時間ぐらいクリアまでに時間がかかるとのことなので、前編後編に分けて2本立てでお送りしていきたいなと思います。というわけで、じゃあいざ始めてみましょう。さて、これドットだから確かキーボードだけで操作できるって書いてあった気がする。あ、女の子が。おう、キョロキョロ。あ、もう動けると。確か Z で走るんでね。オッケーオッケー。なんか黒猫くんがいるな。ん？気がついた？あ、人間がこんなところにいると危ないよ。あ、セーブ。あ、そうか、黒猫に話すとセーブができるらしい。で、バラ。小さなバラが道を塞いでいる。あ、いけない。いけない。ここから先は技マシンをゲットして、居合斬りを使わないといけないみたいな感じですか。そうですか。え？またバラ？恐ろしく巨大なバラが道を塞いでいる。え？もう積んだんだけど。え？こっちの森入れるの？入れる。あ、なんか入れるわ。これが技マシンか。錆びついた刃物が落ちている。持っていく。マチェットを手に入れた。だからここで居合斬りすればいいんでしょ？持ち物、マチェット、切る。歯が立たない。嘘。このパターン絶対切れるやつでしょ。マジか。あ、猫がいなくなってる。じゃあこっちなら切れる？ほら。あ、こっちは切れるっぽいぞ。通れるようになった。やった。マチェットは壊れてしまった。使い切りなの？ってことは、さっきマチェットでも切れなかったバラはもっと巨大なマチェットとみたいな、チェーンソーぐらいのものを持ってこないと突破できないんかな。あ、また猫がいる。あれどうしたの？ふーん。花が出口を塞いじゃって出られないんだ。あ、入ってみたら？どうせここから出られないんだし。だからこの猫ちゃん可愛いんだけどな。なんか、そっけない。猫とはそういうものか。まあ、もう入る以外の道なさそうですね。入りましょうか。これが魔女の館ですか。魔女の家か。さあ、入ってまいりました。え？ただただ入り口があるのみ。さあ、なんだここ。ちょっと待ってー待って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 。な、そんなのありなんかい。待って。マジで、セーブしといてよかった。待って、そんな即死ある？即死トラップなんてある？マジで？ちょっと待って。なんかこの食材に何か、ろうそくの炎は怪しく揺らめている。え？なんかここにギミックが。あ、え？なんもない。え？え？俺入ったら死ぬでしょ、でも。え？え？え？もう一回入ってみる。え？ここから先っす。ちょっと待ってね。目の前に血痕があるんですよ。ということは、あそこで人が死ぬってことだから、多分、あの血痕の場所に立っちゃいけないんだよ。だと思う。だから、これを避けていけば、死なないんじゃないでしょうか。お！そうみたいですね。私の部屋までおいで。え？どこ？え？こっからどこ行けばいいの？え？行けないんだけど。え？こっから先どう行けばいいの？あれ？今の文章を読んだら、なんか他の、家の間取りがやっぱり変わってる。間取りが変わってる。バラの花が飾られている。なんかバラがこの家のポイントなんだろうか。なんかバラが何かありそうですね。面白そうだからついてきちゃった。ところで今どっから出てきたの？え、ほんとだ。出てきた扉がなくなってる。なんだったんだろう、さっきの扉。とりあえず左行ってみようか。なんだ。あ、ハサミがある。作業台の上にハサミがある。持っていく。鎖に繋がれていて持ち出せそうにない。そっか。まず鎖をなんとかせなあかんのか。ほこりもみれの汚いタンスがある。何も入っていない。ち、しけてやがんな。鍵がかかっている。あー、なんかいろいろと謎解き要素があるな。鎖をまず解かなきゃいけないし、鍵も開けなきゃいけないと。こっちは？バラの花が飾られている。はあ、あ、なんかまだこっち行ける。あ、熊のぬいぐるみだ。なんだこれ。大きなテディベアがカゴに入っている。わずかに隙間がある。なんだ隙間って。隙間って何？その隙間になんか入れろと。わからん。ここにもまた文章が。熊をカゴに。熊をカゴに？まだ他に小さい熊がいるってことかな。
熊の親子を揃えてあげましょうみたいな。かっけ時計、大きな柱時計がある。時計は丁寧に時を刻んでいる。はあ、なんか意味あるんでしょうか。ここが今行ける最後の部屋。あ、熊があるね。プレゼントの箱の山にテディベアが寄りかかっている。持っていこう。もうこのテディベアをさっきの熊かごに入れればいいんでしょう。なんか今ガタって言ったね。なんか怖いね。他に探索要素は、このタンスは家が元の姿に戻るとき開くと書かれている。え、なんだそりゃ。魔女の日記読む。私は病気だから誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。ああ、なんかちょっと孤独な少女の日記が記されてます。明かりはつかない。そしてまたバラ、机の上にバラの花が飾られている。うん、まあ、とりあえず今できることはテディベアを置くことだと思うんだけど、ちょっと怖いのでセーブしときます。なんかね、もう不意打ちでなんか殺しに来るから、このゲーム。一応こまめにセーブはしておきましょう。テディベアをカゴに入れる。手足が突っかかってカゴの中に入らない。え？入らない？じゃあどうしたらいいんだ？え？え、ちょっと待って、詰まったんだけど。え？これ以上何ができる？え？あ、時計が鳴った。え？今のなんか意味あんのかな？時計が鳴るって。これ外出られる？え？開かない。あ、外出られなくなった。マジか。どうすればいいんだろう。なんか持ち物は、なんか手紙ってなんだ？読む。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように、父より。おっせえ！手紙読むのおっせえ！もうだいぶ奥地へ入っちまったよ。待てよ。手足が突っかかってカゴの中に入らないんですよね、小さなテディベアが。ということはさ、ちょっと怖いことを思いついちゃったんだけど、やっぱそういうことだと思うんだよな。ハサミでテディベアの手足を切断すればいいみたいな話じゃないかな。ちょっと嫌だけど。ここでテディベアを、やっぱりそうだ、クマの手足を切り落とす。やっぱそうだ、怖いわ。いやー、もうそれしかないよね。もうテディベアの手足を切り落としたい。テディベアの胴体を手に入れた。ハサミが血に染まってる。あれ、そして、作業台の上に血まみれのハサミがあるって書いてあるってことは、もうこれ以上このハサミの、出番はないと言いかけたら、なんかクマの手形がついたんだけど、待って。明らかにクマに呪われてるパティなんだけど。え？なに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 ？今何か起きた？え？今何か起きたね。怪現象が起き始めてるんだけど、食材の炎も消えてるし、え？あ、まだ変化はないけど、とりあえずまあ、テディベアの胴体を入れよう。頭と体だけのテディベア、手足の切り口が赤く滲んでる。なんでテディベア赤く滲んでるの？もしかしてテディベアの中に人がでも入ってたの？入れましょう。テディベアの胴体をカゴの中に押し込んだ。どこかで鍵の開く音がした。これ絶対左の部屋だよね。さあ、テディベアのギミック、ああ、びっくりした。花瓶が倒れている。なんか来た、待って、びっくりした。正直舐めてました、このゲーム。だって、ホラーゲームといえどもさ、結構可愛い感じのドットじゃん。だからそんな怖くないと思ったら普通に怖いわ、このゲーム。さあ、再びやってまいりました。あのテディベアどう回避したらいいのかな？とりあえずさ、なんか逃げればいいんでしょうね。多分、どこかであのテディベアを巻いて、鍵の開いた部屋へ逃げ込むんだと思う。で、こう、一旦こう来ると来るでしょう。来るんじゃない？そろそろ来るんじゃない？来たー！来た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 ！どこで巻けばいい？え？来ない？来ない？行ってもいい？行くよ。あ、大丈夫か？大丈夫なのか？あ、大丈夫かもしれん。ああ、そうか、一回回避すればもう大丈夫なんだ、今の。待って、なんか落ちてきたんだけど。え、これ何？足？テディベアの手？手かな？ドアが開いた。この奥には一体何が？テーブルがある。手紙？あ、椅子が移動できる。毒味をしろ。やだー。これ死ぬじゃん、普通に。
猫ちゃんちょっとセーブしようか。なんか急に情報量が増えた。ちょっと猫ちゃんセーブしよう。はっ、テディベアの手足が落ちている。持っていけるのかこれ。テディベアの手足を手に入れた。持っていけるんかい。ちょっと猫ちゃん一回セーブしよう。というわけで、ここなんかね、椅子が動かせるんですよね。ここは動かせないのか。あ、こっちは動かせる。え、動かせる椅子と動かせない椅子がある。なんだこれ。なんかあるんだよね。これ毒味をしろってことでしょ。ドクロに入ったスープを。頭蓋骨をかたどった器に変な色のスープが入っている。飲んでみる。まあ、毒味をしろって書いてあったから、飲んでみるよ。はい。本当に？めんどくせえな、この確認。まあ、飲んでみよう。飲む。うわっ！ビオラは毒を受けた。どこかで鍵の開く音がした。なに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 ？え？ゲームオーバー。どういうこと？でも多分毒を飲まないと鍵が開かないんですよね、多分。ってことは、毒を飲んでも平気になる何かをしないと次へ進めないっていうことだと思うんだけど。とりあえず探索がいっぱいできるから色々見て回ってみましょう。あれ？なんか戻ってきた。なんかショートカットができたぞ。ショートカットができたのは嬉しいけど、奥へはいける。なんだ？なんかいるぞ。雲、雲。え？ひょっとしてこれ回避ゲー？回避ゲーなの？あ、踏んだ。当たっても平気なんかこれ。誰もいないのに包丁が一人でになんか切ってる。見えない何者かがいる。話しかける。話せるんか。あー、忙しい、忙しい。手を貸す。あ、ありがとう。ちょっと待って、手を貸すって、これ怖いんじゃない？手を貸すって、ちょっと手を持っていかれるって意味じゃない？ひょっとして。見えないものに腕を掴まれた。まな板の上に手首を押さえつけられて、やっぱそうじゃん！もうやめて！ちょうど手が足りなかったんだ。やっぱりそういうことじゃん。ゲームオーバー。もう、ああで、何もしない。何もしないと何もならないのか。食器やグラス、調味料が並べられている。特に気になるものはない。コンロ。錆びたコンロがある。窓。窓の外には闇が広がっている。この雲なんか意味あんのかな？踏んでみるか。雲っていうか、流し台だ。錆びた蛇口には無数の虫が絡みついている。なんか本がある。貴族の食卓という本がある。まあ、読もう。昔の話になるが、支配階級や富裕層の人々は銀製の食器を好んで使っていた。手入れの大変な銀製の食器を使うことで使用人を雇える経済力を世間に示したのである。え、そういうことなの？また、銀食器は毒に反応して色が変わるため、毒殺の防止にも役に立った。ああ、これヒントだな。これ踏める？踏んだ。踏んだけどなんもなんねえわ。鍵がかかっている。なるほどね。毒味をするとここの鍵が開くと。ワイン。棚の上にワインボトルが並んでいる。暖炉。暖炉がある。覗いてみる。なんかある？中はすすだらけで何もない。何もないんかい。でもさ、なんか、もしここの家に2階とかがあって、2階で何かしたらこの暖炉に何かが落ちてきてるみたいな、そういうギミックあるかもしれんね。ワインボトル。で、銀食器は毒味がうんぬんかんぬん言ってたから、なんか銀食器を、なんかゲットしたいんですけど。ティーポットとティーカップ。なんだなんだ？でも銀食器なんてないぞ。こっちか？こういう、こういうところにありそうなもんだけどね。銀食器ないんだよね。なんかあるな。コックは忙しい。手を貸してやれ。いや、手を貸したら死ぬんだよな。わからん。でもこれさ、毒を飲むと死んでしまうけど、死ぬ前に微妙に時間あるんですよね。その間に何かをするみたいな。そういうことか。ほら。待てよ。あ、なんとなく分かった。そういうことか。そういうことか。わかったわかった。テディベアの手足をあのコックにあげればいいんだ。多分そういうこと。だから、テディベアの手足をあげる。ああ、ありがとう。ちょうど手が足りなかったんだ。
俺にこれをやるよ。銀の鍵を手に入れた。あ、やっぱそういうことだよね。オッケー。ということは、ここか。ここに銀の鍵を使えばいいのか？鍵を使って開ける。全く合わない。あああああ、気持ち悪い。なんか落ちてきた。ということはさ、この銀の鍵、あの毒味のスープに入れろってことかもしれんな。そうすると、この銀の鍵が溶けて、鍵穴に合うみたいな、そういうギミックでは。そんな気がせんでもない。鍵で器を叩く。鍵をスープの中に入れる。え、選択肢が2つある。ちょっと待って、セーブしとこう。はい、セーブしてやってまいりまして。とりあえずさ、スープの中に入れたらなんか取り返しつかなそうだから、一旦器を叩いてみよう。叩く。いい音がする。あ、それだけかーい。じゃあ中に入れましょう。多分形変わるんでしょう。てんてんてん。あ、スープの中に入れた鍵が黒く変色した。黒く変色怖いな。どこかで鍵の開く音がした。どういうギミックなのこれ。それどういうギミック？うわあ、なんか落ちてきた。やめて、そういうの。さて、奥に行ける。あれ？なんか、料理人がいなくなって本が閉じてる。貴族の食卓。特に何もできないので。まあ、奥に行きましょう。ドアが開いた。2階だね。出たね、2階。ああ、なんか今いた人が。ちょっと一旦セーブしとこう。待って、なんか動いてきた。待って、なんか動いたんだけど、やめて。ところどころそういうびっくりトラップマジでやめて。これ、ワイングラス落ちてきたってことはさ、逆側も落ちてくるんじゃない？落ちてこなーい。まあいいや、2階行こう、2階。さて、女の子が出るのは初回だけなのかな？それともランダムなのかな？さて、さらに上に行けるぞ。3階なのか、ただの渡り廊下だったのか。さあ、また広いな。猫ちゃんだ。猫の置物がある。なんちゃって。うん、かわいいやつめ。甲冑だ。槍を持った甲冑の置物がある。今にも動き出しそうだ。これマジで動き出して襲ってくるんじゃないの？そんな気がするわ。広いな、2階。鍵がかかっている。ドアに小さく何か書いてある。蝶を救え。蝶を救え？まだ意味がわからんな。蝶ってあの、アゲハみたいな、そういう、めっちゃ光ってんな。魔女の家2という本間がある。まあ、読みましょう。魔女の家は魔力の力によって姿形を変える。なるほど。魔女の家1。魔女の家の扉は鍵で開かない。何かが鍵になっている。なるほど。笑い話。昔々ある金持ちの男が大きな宝物を手押し車で運んでいました。車は森の中で壊れてしまいましたが、そこへ狩人と犬が通りかかりました。金持ちの男は狩人に手押し車を見張っていてくれるよう頼み、狩人はこれを承知しました。金持ちの男は代わりの車を呼びに行きました。その間、狩人は宝物を見張っていました。やがて夜になり、狩人は家にいる老年の母親のことが心配になりました。そこで狩人は犬に手押し車を見張るように言いつけて、母の様子を見に家に帰りました。金持ちの男が戻ってくると、犬が手押し車の番をしていたので、金持ちの男は犬の主人への褒美として銀貨を犬に加えさせてやりました。犬は家まで走っていき、狩人に銀貨を渡しました。それを見た狩人は怒り狂いました。なんでだ。手押し車の番をさせていたのに、お前はあそこから銀貨を盗んだんだな。狩人は犬を殺しました。うわー、なんということだ。悲劇。待って、笑い話ってそっちかよ。なんか今椅子が笑ったんだけど。誰だ今笑ったのは。悲しい話だったろう。これ何？古い新聞記事の切り抜きが挟まっている。読む。3宅が全焼。焼け跡からウンさんとその妻ウンさんの遺体が発見された。なんか急に現代っぽいニュースだな。遺体には刺し傷があり、何者かが2人を殺害後建物に火を放ったと見られている。また事件後 X さんの一人娘であるエレンちゃんが行方不明になっており、警察は、待って、エレンちゃん、この子の名前ビオラか、よかったエレンかと思った。よくないんだけど。広げたままの動物図鑑、なんかいろんなものが、植物図鑑やくしゃくしゃ丸めた紙。はあ、なんかあるのか。見えない何者かがいる。まあ、話しかけてよう。ああ、本の整理がうまくいかないや。何か縛るものないかな。紐を上げればいいのかな。うわ、なんか壁に血痕が。この部屋は、特にないのかな、もう。ここに鏡が。あ、自分が映った。あっ！
後ろに何かいた。今の女の子が見えない何者かってことなのかな。さて、なんか初歩的なところはなんか紐的なものを持ってこいっていうやつですね。なんだここは。ショーケース、リボンが入ってる。ガラスケースに青い羽の蝶の模型が入っている。持っていく。ガラスケースは頑丈で外れそうにない。ガラスケースをまず壊さないといけない。多分蝶を救えってことはこの蝶のことなんでしょうね。だからこの蝶を取り出すことで鍵のかかった扉が開くんでしょ。でもこの蝶を取り出すにはガラスケースをなんとかしなきゃいけない。あと書庫にはなんか本を縛るのに困っているなんかがいる。毛糸でじゃれる白猫の絵。毛糸？この毛糸の絵を、絵から毛糸だけを取り出すみたいな、そういうことできんかな。汚い紙切れが入っている。読む。縛るものは樽の中。なるほどね。じゃあまず縛るものからゲットしていこう。この絵は川のほとりで日傘を差す女性の絵。この本棚は小さな本棚がある。一冊抜けている。一冊入れるとなんかギミックが作動しそうですね。さて、縛るものは樽の中ということですが、その樽がわかんないんだよな。樽どこ？こっちに何かある？こっちは、あとはこの部屋だけか。探索できるのは。ん？なんだなんだなんだ？樽がいっぱいある。多分この中のどこかに縛るものが。あれ、ここにも蝶々が。蜘蛛の巣に蝶が引っかかっている。取る。取る。蝶を手に入れて、あ、取れるんだ。樽がある、入ってない。樽がある、入ってない。あ、ロープが入ってる。持っていく。よし。一応他の樽も全部チェックしてみよう。あ、押せる。押せるけど、蜘蛛の巣が張ったボロボロの棚がある。特に何も入ってない。ちょっと今の手紙を見ましょう。開かない。ちょっと待って。開かない。開かなくない。あーあー、そんなのあり？もう、やめてよ。さて、ここを逃して、これは何？蜘蛛は目が悪い。色まではわからないだろう。え？色？まあ、とりあえずロープ持つよね。で、色って何？え？この蝶を何かに使うのかな？この蝶を、なんか、ここら辺に置いとけないかな？なんかできない？もう来てるんだよな。はい！あー！どうしたらいいの？わかんねえ。とりあえず確認事項として、ロープを取ったら鍵が閉まるのか、蝶を取ったら鍵が閉まるのかがわからないんだよね。多分ロープ取ったら鍵が閉まるんだと思う。ちょ、一回検証してみよう。ロープを取ったら、あ、大丈夫だ。蝶を取ったら鍵が閉まるんだ。そういうことか。今なんかガチっつった。なんだろう。蝶を取ったら鍵が閉まるんだね。とりあえずロープを見えない何者かに渡しましょう。なんかくれると思う。あ、それくれるの？ロープをあげる。ありがとう。これあげる。読むと死ぬ本を手に入れた。読むと死ぬ本？誰かに読ませる。うわーん、甲冑がどっか行った。甲冑どっか行った。つらー、さっきの甲冑さんどこ行ったの？読むと死ぬ本。あ、わかった。そういうことか。一冊欠けてた本棚に、多分読むと死ぬ本を差し込めばいいんだと思います。うわぁ、ちょっと待って、なんか、多分、ここに差し込めってことでしょ。読むと死ぬ本。読まない。本を差し込む。本を差し込んだ。ガラスケースの蓋が外れる音がした。あ、なるほど。これで蝶が多分取り出せるよ。なんか、音が。うわぁ！ガラスケースの中からあいつが出てくるってことか。さて、また回避ゲーなんでしょうかね。開く音がした。多分ね、ここを回れるんですよ。ここで骸骨を巻いて逃走しろってことだと思います。多分。来るぞ。来た！よいしょ。多分ここで巻くんでしょ。あー、ちょっと待って、ダメだったわ。さあ来た。よいしょ。あー、あ、間違えて読んじゃった。あめっちゃ目こするやん。
ミスったー。それは読むと死ぬ本読んだら死ぬよね。ちょっさあ来るぞ。来た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 。よいしょ。あぶっ。よし。んーこれでどうしたらいい。どうしたらいい。どうしたらいい。あー。これで脱出。あ、オッケー。なんとか骸骨から逃げおせたぞ。これで多分なんか蝶が取り出せるようになってるんじゃないかな。ガラスケースの蝶、あ、蝶の模型手に入れた。オッケー。多分ね、これであの蜘蛛の巣の蝶々を取り外して代わりにこの模型を入れておくと、ここから蜘蛛に襲われずに逃げられると思うんですよ、多分。で、ここに代わりに蝶の模型を置くと。はい。多分これで安全に出られるでしょう。え？何？何？床が崩れて穴が開いている。なんだ？この穴なんかあるのかな？一階に行ったらなんか状況が変わってるとかそういうことあるんかな？さあ出られました。なんだ？蝶は手のひらがひらひら飛び立ち、壁の外へとすり抜けていった。どこかで鍵の開く音がした。さて、とりあえずこの階のギミックは突破した模様。猫もいなくなってる。ドアが開いた。さあ、次です。寝室？あ、え？なんだなんだ？なんか散らばってんな。うわぁ。やぁ？さて、壁に赤いものがべったりと塗られている。うわぁ！くっそ。くそこれ一番初めのこれ真ん中を通っちゃダメなんでしょう、多分。うわわわわわ、ただの回避ゲーだった、ただの回避ゲーだったみたいだわ。やだわー。これさ、猫があのナイフの手前にいるから死ぬたびにあのナイフのギミックを切り抜けて復帰しないといけないってことでしょ。めんどくさ。あ、猫いたわ。そういえばこの家って魔女の家なんだよ。知ってた？あ、そう。なんだそりゃ。さて、ということですが、なんだこれ。そこの見えない大きな穴がある。なんか、ここにはしごでもかけるのか、それともはしごがせり上がってきたり降りてきたりするギミックがあるのか。鍵がかかっている。となるとここしか行けないわけで。なんだ？カエル？先に文章を読もう。今までの教訓。文章を読まずにやるといきなり死んだりするので。カエルは好き？それだけ？うなずく、首を振る。うなずいたら殺される気がするな。首を振っとこう。うん？何も起きないんかい？じゃあうなずくしかないか。うなずいてみよう。カエルがついてきた。あらー、あらまあ。ひょっとしてこのカエルに、なんかレバーを押してもらうみたいな。そういうことできる？カエルに渡らせる。あ、できる？できる。臭いな。急にポップだ。音流れてきた。どこかで鍵の開く音がした。あ、ぷんぷん、これ回収できるかな。めっちゃ懐いてるやん。え、カエルまだ持ってる。カエル持ってるな。あー、びっくりした。さて、ドア開きまして次、なんだこれ。あー、また広いな。あー、カエルがいる。カエルのぬいぐるみが椅子の上に固定されている。なんだ、今度はカエルがなんかやるのか。なんか1階層ごとに生き物がいるんですよね。1階はクマ、2階はクモ、3階はカエルと、なんか生き物が1階層ごとに出てくるんですよ。鏡合わせにしろ。何を？何を？あー、そっか、この部屋左右対称だ。左右対称だから、まずこの植木鉢固定されてる。あ、こっちを動かせるのか。バラがある。多分こいつを左右対称にすればいいんだと思う。ここか？これでよろしいか？なんか音がしたね、今。これだけでいいのかな？左右対称にしろって。え？よく見ると、絵の女の子が左右対称じゃないし、ケーキとバラが置いてあるし、椅子にカエルを置きゃいいのか、ここに。カエルを座らせる。で、座ってもいただいて、食器が左右対称に並べられる。ケーキが一皿余っている。ケーキを取る。
多分このバラとケーキを置き換えればいいと思うんですけど、バラが置いてある、持っていく、左右対称だからここに置けばいいんでしょ多分、ケーキを置く。であとは何が対称じゃないかというと絵なんですよね。絵が非対称でもどうしたらいいんだろう。持ってるのはバラだけ。こっち鍵かかってるんでしょ多分、ですよね。ギミックを解かないと鍵が閉まっている。あ、こっちにバラがなんか生えてないか。額縁にスイッチがついてる、押す。あ、そういうこと。スイッチで絵がくるりと回転して変わるということでしょうか。さて、もうだいたい左右対称じゃないのこれ。バラを回収しましたけど、ん？このバラを何かするのか。よく見ると左のバラが一輪足りないわ。ここに刺すんだな、多分。刺す。さて、これで、あれ？まだ？まだ対象じゃない。え？さすがにもう最初じゃないの？本か。本だな。本棚が左右対称じゃない。並び替える。これでどうだ？並び替え、いや、まだ左右対称じゃないぞ、これ。二段目が対称じゃない。こっちは、固定されて動かせそうにない。ということは、並び替えられるのはこっちか。もう一回並び替える。これで左右対称でしょうね。うん。まだあるの？床の、模様が違うとか。なんだ？あ、そういうことか。この紙ゴンを剥がさないとダメっていうことか。なるほどね。左右の部屋が鏡合わせになった。どこかで鍵の開く音がした。さあ、いや、左右対称ギミック面白かったですね。あ、カエルが、カエルの音がする。ぷんいぷんいっつってる。ついてきた。カエルかわいいなぁ。ドアが開いた。さあ、なんかまた魔女の日記みたいなもんがあるぞ。とりあえず壁紙から、次のドアをくぐったならばその次のドアまでよそ見をしてはいけない。走り抜けろってことかな。魔女の日記読もう。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。だからうんした。それからずっとこの家にいるの。そっか、さっきからチラチラ見えてる幽霊みたいな女の子は魔女か。そういうことか。とりあえず走り抜けろつって言われてるから多分死ぬと思うので一回セーブしときましょう。さて、走り抜けるぜ。うわあ、怖かった。うわあ今の猫のところですら止まっちゃダメってことなの？どこまで走り抜ければいいの？絶対突破したと思った、今。行くぜ。止まっちゃダメなんでしょ？まだ行けってことでしょ、多分。おい！ここまで来た。奴は腹を空かせている。あ！戻ってきた！あれ、さっきの真ん中の部屋は丸ごと幻ってことか。あ、なんもなかったかのように。え？なんだなんだ？この壁、ない？扉の向こうに何かいる。いろいろあるな。扉を見る。耳を当てる。ドアを開ける。うわ、これ当てたら即死だろうな。一回耳を当てよう。何か大きなものが地面を這いずってる音がする。扉を見る。手のひらほどの大きさの覗き窓がついている。カエルを入れろってことでしょ？この覗き窓からカエル入れろってことでしょ多分。カエルを覗き窓から入れる。カエルは嫌がっている。無理やり押し込む。このゲームは時々残酷なことをしないといけないと思った。テディベアの手足を切り取った時からなんとなくそんな風に思っている。覗き窓から無理やり押し込んだ。なんだろう。え？覗き窓から覗く。何もいない。これで開け、ちょっと待って。確認が出た。え？耳を当てる。何も聞こえない。え？もう大丈夫じゃない。なんもないよ。開ける。さすがに、何もいなくなってるでしょう。うん。よっしゃ、死なずにギミックをと、待って、今、カエルが出てきた。何これ。何これ。今、一瞬カエルが見えたんだけど。さっきのカエルに、ちょっと今、恨みを買ったのかな、ひょっとしたら。次、カエルに襲われるかもしれん。猫の像がある。
本物の猫くんいるでしょ。いたいた。もうさりげなく混ざってるんだから、この子は。猫の像がある。なんちゃってね、猫でしたって。なんちゃってた、なんちゃってた。ちょっと無視しないでよ。この猫可愛いんだよな。このゲームにおける唯一の両親だわ。で、最終的にこの猫がラスボスとか、この屋敷に招き入れた張本人とか、そういうね、オチかもしれん。黒猫は魔女の眷属でしょ。だからこの魔女の館の、あの女の子の使いなんかもしれんな、この猫は。さて、なんか猫、あーめっちゃぐるぐる回る。ただびっくりさせるだけのギミックか、今のは。なんだ、まだ上行けるのか。なんかある。片目を閉じるのがいい。どうしろってんだ、片目を閉じるのがいいって。あ、顔だ。閉じられた目が壁に描かれている。同じく。片目を閉じるのがいいっていうのは多分、うわ開かれた目が壁に描かれている。え、どういうこと？え？片目を閉じるのがいい。あー、わかんねえ。とりあえずこの口の中に入れそうだな。入れない？大きく開かれた口の絵が描かれている。這って進めるほどの小さな穴が開いている。進む。まあ、進んでみよう。え？何？なんだなんだ？え？なになになに？うわっ！なんか串刺しにされて死んだんだけど。なに？じゃあ、ま、2個目の穴。進んでみよう。うわ、同じ死に方してるわ。ってことは、あの二つの穴は同じものなのか？同じところに繋がっているのか、部屋の中が全く同じなのか。まあ、いずれにせよ、閉じた穴はあかんと。で、開いた穴も多分あかんのだろうな。一応進むだけ進んでみよう。死に方が違うだけだと思う。あ、同じなんかい、死に方も。わかんない。片目を閉じるのがいいって、どういうことだ？この猫がなんか連動してたりする？首が動いたような気がする。猫の像があ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 る。なんだ？どうしろってんだ、これ。片目を閉じればいいんでしょ？でも片目を閉じるっつってもな、なんか、壁に描かれた絵なんですよね、この目は。だからなんか絵の具とか、なんか紙で隠すとか？待てよ。持ち物に唯一手紙があるな。この手紙貼り付けられないか？読まない。あ、ダメだわ。貼り付けらんないわ。そういうことじゃないのか。え、この部屋だけで完結してないのかな、ギミック。あ、この、待てよ。この貼り紙を剥がせるんじゃないか？剥がせないか。ダメか。うわあ！通路を発見した。あ、そういうことか！確かにここは片目だが閉じてる。顔になるわ。右目開いてて左目閉じてる場所だわ。そういうことか。見られた今。めっちゃ右上の目にギョロって見られた。多分ここは安全ルートなんでしょう。いけた。あー、左右が。左右で下から針がせり出してる。ただ一本道。でもこの左に微妙に突き出てる針何これ？なんで左だけ出てんの？なんだこれ。四つの部屋で音を鳴らせ。なんだ？やあ、この階は静かだね。四つの部屋で音、なんだ？なんか人形が。おもちゃの銃を持った兵隊の人形。この銃取れねえかな。四つの部屋で音を鳴らせということですが、四つの部屋がどこにある？とりあえず一つ目の部屋？なんだなんだ？広いなあ、ここ。なんだこれ。あ、オルゴールだ。この音を鳴らせってことか。オルゴールは12で鳴らせ。12？ なんだ、時計の12時みたいな。そういうことではない。12ってなんだ。小さなオルゴールがある。ネジが欠けている。鳴らす。鳴った。普通に鳴るんか。12で鳴らせってどういうことだ？なんかかかってるな。洋服掛け。鏡。ドレッサーがある。今回は女の子映らないんだ。ああ、ティーカップ。なんもないのか？ティーカップ。こっちまだいける？いけるね。まだある。なんか、日記が。魔女の日記。それからこの家に遊びに来た友達みんなうんした。みんなこの家に食べさせた。家が食べるだと。でもまだ足りない。そしてこのオルゴール。あこ、おもちゃ箱が開かない。オルゴールじゃなかった。ひょっとして、いや、でもオルゴールかもしれんな。箱を開けられたら、おもちゃ箱。なんだと。なんだと。待ってくれ。え？なんかこの左の部屋入って、オルゴール鳴らして出たら多分銃殺されるんでしょ？じゃあ右の部屋はどうだ？一回全部見て回ろう。またなんかある。
楽譜は青い目が見つめている。ん？どういうことだ？なんかカードが置いてある。トランプのカード。青い目。なんか4つのモナリザみたいな肖像画が。金髪、赤。あっ！びっくりした、落ちてきた。黒、白、銀か。ん？開かない。なんだ？ん？楽譜は青い目が見つめている。どういうことだ？青い目？青なんてこの部屋にないぞ。どういうこと？このカボチャって何これ？大きなカボチャ。叩く。いい音がする。なんだそれ。叩く。あまりいい音はしない。叩く。あまりいい音はしない。なんだ？あ、え？めっちゃ鳴った。え、なんかだんだん長く叩いてない？あ、開いた。どういうギミックかわかんないけど、カボチャ叩き続けたら開いた。ちょっとよくわかんないわ。今のギミックはわかんないな。なんだこれ。私は太陽でもあり、砂でもあり、鳥でもある。私とは何か。何、謎かけ？太陽、砂、鳥。わかんねえ。私、鏡か？うなずく。うなずこう。不正解。うわっ、ちょ、あ、そっか、今の謎かけに失敗したから出されたのか。太陽、砂、鳥とは何か。太陽でも砂でもあり、鳥。時計かな？太陽は日時計、砂は砂時計、鳥は鳩時計。全部に共通してるのは時計だと思うんだけど。時計か。多分時計でしょう。正解。え、どこ？時計からネジが落ちてきた。ネジ。この女王のネジ。なんかさっきのカラクリ人形にネジを巻くのかと思ったけど違うのかな。太陽イコール日時計、砂イコール砂時計、鳥イコール鳩時計ですよね。うん、それは、その正解はええねん。その正解はいいんですよ。このネジをどうするかなんだけど、これで戻ってこれた。この焦燥が落ちてくるのは、ただびっくりさせるだけなんか。一旦セーブしようか。なんか燃えてるね。4つの部屋のうち1つの部屋に火が灯ったってことでしょ、多分これで。これネジをこの人形に負けないか。え、先端に女王の絵が刻まれてる小さなネジ。うん、使えないな。なんだなんだ、女王。この絵に描かれてるの4人が全員女王だとしたら、なんかあるんだろうか。え、なんか椅子があるな。この椅子何、この椅子なんか押せるぞ。なんだなんだ、この椅子持っていける？持っていけないわ。どういうこと？この椅子を時計の前に持っていけるか。で、なんかできる？大きな柱時計、時計は動いていない。で、これで女王のネジをはめる。合わないようだ。合わないんかい。この時計から出たんでしょう、そのネジ。何なんだ？じゃあこの椅子を動かせるのは何の意味があるんだ？どういうことだ？ちょっと待ってよ。とりあえずさ、おもちゃ箱ですよ。おもちゃ箱にネジが合うんじゃないか、ひょっとして。そんな気がする。どうだ？あ、ダメだ、使えないわ。で、多分、ここでオルゴール鳴らしたら兵士に襲われるんすよ。よかった。奥の部屋に行ける。ピアノか。ピアノと、本棚と、張り紙。まず張り紙から。お前が弾く必要はない。誰かに弾かせるってことか？あのカラクリ人形を弾いてくれないかな？瞳の研究という本がある。読む。瞳の色は人によって違うものである。特にこの地方の女性の瞳の色について以下のことが分かっている。彼女たちは髪の色によってそれぞれ瞳の色が異なる。髪の色は銀、黒、金、赤の4種類である。瞳の色は茶、緑、青、赤の4種類である。さっきの肖像画の女性と絶対関連してるな。銀色の髪の女性は赤い瞳であり、茶色の瞳の女性は金髪か赤い髪のどちらかである。なんだ、ちょっと待って、これメモっとか。とりあえずこのメモからわかることは、まあ、書いてある通りだけれど、銀髪の
人は赤い瞳、赤い髪と金髪の人のどちらかは茶色の瞳。ということは消去法で、関係のない黒い髪の人は緑か青ってことになるんですよね。だからこれは仮定する必要があるのか、うん、赤髪を茶色の瞳と仮定するならば、黒髪が緑の瞳で金髪が青の瞳、あるいは黒髪が青の瞳で金髪が緑の瞳の場合で、逆に金髪を茶色の瞳と仮定するならば、黒髪が緑の瞳で赤髪が青の瞳、あるいは黒髪が青の瞳で赤髪が緑の瞳。この4パターンのどれかが正解ということなんですが、さらにこっから絞ることは今の情報からではできないと。鍵がかかっている。ドアに小さく何か書いてある。4つの部屋で音を鳴らせ。それは分かっとるねん。この部屋でできることはもうないのか？とりあえず肖像画のヒントが提示されたので、なんか、ここでいじれはしないだろうか。そしてこの手紙。楽譜は青い目が見つめている。確定してるのは銀髪が赤の目ということ。ここ？壁の亀裂の奥に白い紙が挟まっているのが見える。手を伸ばす。あ！待って、なんか、飲み込まれた！一応手当たり次第に壁探りゃどっかで正解に行き着くだろうけど、一応謎を解こう。となると、金髪が青じゃないということが確定したので、赤髪が茶色の瞳だと仮定した場合、金は緑、黒は青ということになる。赤髪が茶色と仮定しよう。となると、黒髪の先にある壁を見つめるべしと、黒髪が青の瞳の可能性。亀裂に白い髪、手を伸ばす。五線譜を手に入れた。あ、オッケー。うわ、ちょっと待ってー、なんか絵にされたんだけど。今の逃げなきゃダメなのかな、多分そういうことでしょ。参りましょう。おらー、あれ開かない。ちょっと待ってー、今の扉から逃げるわけじゃないのか。え、となるとこの部屋であと逃げられそうなのは奥の部屋、ここぐらいか。よいしょ。こっち行けるか。行けない。行けない。待って、どうしたらいい。どうしたらいい、これ。どうしたらいい。は？こ、叩き壊す。あ、これでいいのか。ふぅ。うわぁ、びっくりした。なんかいた。もう。さて、楽譜を手に入れたので、ピアノでなんかすればいいんでしょ？持ち物。五線譜を置く。五線譜を立てかけた。ピアノを弾く。いや、これ自分で弾くんじゃないんでしょ。何もしない。あー、よかった。勝手に弾いてくれるよね。うん。ピアノが一人で演奏を始めた。だよね。多分自分で弾いたら死んでたんだろうな。花瓶が震えてネジを吐き出した。なんだそりゃ。王様のネジ。女王のネジと王様のネジが手に入ったぞ。二つ火が灯りました。さて。わー、なに、もうやめてそういうの。ネジどう使うんだ？ネジが欠けている。なるほど。とりあえず鳴らさずに、まずネジを巻こうか。王様のネジ。王様のネジをはめる。ネジをはめてオルゴールを鳴らした。さて、こういう鳴らし方だったら、人形が襲ってこないんじゃないだろうか。どうだ？はい、ダメでした、バーン。だー。じゃあ、王様のネジじゃなくて、女王のネジをはめればいいってことなんでしょうか？じゃあ、女王のネジをはめてみるよ。はい。これならどうですか？これならいいんじゃない？はい、オッケー！よし！まだこっちにギミックがあるか？うわ、なんかチラッと覗いてるんだけど。チラ見しないで。チラ見しないでよ。さて、ここに、ここか？女王のネジがこの時計から落ちてきたんですよ。だから逆に入れ替えて王様のネジをはめればいいんじゃないか？ネジを巻いた。これがオルゴールになってるってことか。時計が時を刻み始めた。4つの部屋で音を鳴らした。どこかで鍵の開く音がした。よし。というわけでギミック突破ですね。お！人形が。さあ、というわけで奥の部屋へ行ける。
なんだなんだ、不穏だな。私のこと無視するの？なんか不穏な空気ですね。という感じでプレイを開始して、だいたい1時間ぐらいが経ったので、魔女の家実況プレイ前半はここまでということにしておきましょう。次回はこの女神の像の部屋を攻略ということで。はい、というわけで見てくれてありがとうございました。後編はね、また明日公開しますので、よければそちらも見ていってください。ここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。